いやあ、せつなけいすけだよ。配信。このゲーム、やっていくぜ。このゲームはですね、スイッチのダウンロードサイトの方で、ダウンロードして遊べるゲームなんですけども、動画配信者の女の子3人が、心霊スポットに行って、そこで、化け物と出会って、それが逃げながら、探索しながらね、逃げれるようなホラーゲームとなっております。要は追いかけられ要素があって、かつ謎解きで先に進んでいく要素がある。そういう結構、今となってはもう結構定番なジャンルとなっているホラーゲームですね。やっていくわ。結構最近話題なゲームなんですよね。はい。ニューゲーム。販売されてもう10日ちょっと経つかな。いきなり雰囲気が、もうホラーの雰囲気やもんな。このゲームはホラーゲームですよってことをね、もう雰囲気から伝えてきよう感じがするわ。ホテル、イザナミ、神の名前じゃ。イザナミって聞いたらモンストが出てくるけどね。え、ちょっとエッチな感じの店なん？かつては向かいにある遊園地、トガエズカファンタジーランドの家を借りて、大いに賑わったホテルだったが、左舷にできた大型テーマパークの通りや、立地の不便さなどで、トガエズカファンタジーランド自体の訴求力が失われるとともに、うん。このホテルイザナミも、その輝きを失っていた。もう画面が輝きないからな、全然。ガラスえらい割れとるもんな。もう使われてないやな。ああ。何？そりゃそうだろうな。一人娘を道連れに心中しとからな。未練が、未練なんかたらったらだろうな。タンスに小指をぶつけたのを一日に8回も起こすもの。いや、いい、オーナーよりもさ、娘の方がさ、切れとるだろうな。そんなことの理由でさ、残りまだたくさん人生あったはずの人生がさ。うわ、怖い。3階建てなんじゃ。あんま大きいホテルではないんじゃ。ホテルって言ったらもっとなんか回数あるイメージがあるけど、そう思わん、みんな。どうでもいいか。信じるか信じないかはあなた次第です。あ、おお、これ主人公ら3人のナレーションだったんじゃこれ。あ、そういう感じの方でしょうね。なるほど。すごいね、君ら。これだけの編集能力と語りができるんだったら再生回数サード上るでしょうね。引き込まれるわ。お前らの編集引き込まれるわ。すげえな。ダメだ。笑っちゃった。笑うなや、お前。ということで、みんな、こんなな。7チャンネルの7だよ。めっちゃ7並べてくるな、お前。桜井奈々ちゃん。ああ、このゲームフルボイスなんやな。完全に文章を読んでくれるで。いいね。この臨場感、カメラの、
映り方ってもうなかなか臨場感あっていいな。私のナレーションどうだったかな。みんな怖くなっちゃった。お前プロ目指せ。なかなか良かったぞ。プロ目指せお前。怖かったからってチャンネル解除しないでね。なぜそんなにダメダメなんだ。チャンネル登録が一定数以下になったら死ぬようなペナルティやるんかお前に。最後までその顔で行くんかお前。喜怒哀楽すごいなこの子。何も食べてないのに、お腹がぐるるとなったり。いや、食ってないからだよ。ここを訪れた人は数日以内に不幸な事故に遭うとかとか。もう満載やな。上げ始めたらそれこそキリがないんだけど、とにかく怖い噂が絶えない場所なの。どんだけ人来とんじゃ。そんなに噂ができるってどんだけ人来とんじゃ。ここに物好きな人間多いな、この世の中。ありがちー、めっちゃありがちな話。うわー、こんな簡単な軽々しくそんなことを言うやつに限ってさ、痛い目に遭うんだよこういうゲームはね。けどナレーションと編集の能力のおかげでね、俺この動画もし現実に見たらさ、高評価入れると思うわ。ちなみにこの動画は全てやらせなしの一発勝負。何かが起きても起きなくても怒らないでね。それじゃあ早速この廃墟を探索していきたいと思います。けどさ、こういう動画ってさ、何も送らんかったらお蔵入りになると思うよな。あーつまんねみらがになるけどさ、ただ雰囲気怖かっただけや。あーでもこの子に呪われたら本望かもしれんわ。俺モテないからこんな女の子に呪ってくれるんだったら本望かもしれんわ。呪って。はい、残った。残った。こんな感じでパート1。おー、雰囲気出てる。こんな感じか。横スクロールのゲームなんよな。あ、スマホで撮影しようんじゃ。最近スマホって便利ですよね。スマホ1個でさ、配信できるもんな、最近だったら。ちなみに、刹那啓介は YouTube だけではなく、17でも活動してます。17ライブっていう、スマホアプリの配信サイトですね。そっちもよろしくお願いします。わ、3階行けって言わんばかりに赤い字で書かれてる。そんなこと言うたらさ、ほんまに3階行く人はそんなにおらんぞ。逆に2階3階ってちょっとずつ見ていこうかって思う人の方が多いと思うぞ。やめとけ。そう、3階って言わん方がいいと思うよ。右の子何しちゃってんの。右の子何見てんの。名字の読み方がわからん。ごめん、君の名字なんて読むわからんわ。ミサクラ、ミキって読むんかこれで。なんて読むんだお前。うわぁ、雰囲気ある場所だね。谷間がエロいなぁお前。お前エロいナイスバディなお姉ちゃん出てきた。わ、この子好きだわ。白石あずさって読むさ。あずにゃんって呼ぶわ俺。あずにゃんって呼ぶわ。このミキちゃんって子、ミキちゃんって読むんかなこれ、ほんまに。ミキちゃんって子はちょっと怖がりなタイプの方やな。あれ、ミオもしかして。全然ミキちゃんでなかったわ。ミオンって思うじゃんこれで。違うよ、びっくりしちゃっただけだよ。ほんまに君あんまりこの撮影に
この撮影気が乗らんタイプだろう。さては、絶対この子がさ言い出して、それに無理やりついてこらされたタイプの人間やろな。なのにカメラ役任されとんじゃかわいそう。ミオンちゃんかわいそうすぎるだろ。来たくもないこんなところに来て、それでいてカメラ役任されるとか。え、いつもクールな子なんじゃない？わあ、クールぶってるけど、誰よりも甘えん坊な感じなんかな、この子。いいよね。普段クールなのにさ、実は甘えん坊っていうキャラクターいいよね。そういうキャラでやってほしいな。でも、体の肌とかは一番柔らかそうやけどな。それはないわ。ははははは。割と毒舌やった。そうだな。お前さては新宿とか歩いていたらスカウトされるタイプの人間だろ。けどただでさえ顔に出づらいタイプなんだから、ちゃんとリアクションしてよね。後であずさん映るんだから。分かった、気をつける。絶対気をつけない。よし、じゃあ二人とも改めてしっかり撮影お願いね。今回こそ動画バズらせて登録者数ズバッと稼ぐわよ。うん、一番右の子に関してはさ、こんなホラーなところ来るよりもさ、なんかさ、そのエッチな角度での撮影とかした方がバズりそうな気がするけどな。そういう YouTuber おるからな。ピアノ演奏しとんのに服装でさ、すごいエッチになってさ、方向性がどんどんよくわからんようになってくるピアノの弾く YouTuber さんおるからな。そんな感じになりそうで怖いな、今後ならんか。っていう子って大体頭悪いよね。すでに真ん中の子がさ、なんかホラーなもの見た時の顔みたいになってるからな。こんな都心に近いわけでもない、情報も遅いど田舎の人間は何をしたところで所詮中堅止まりってことに。撮影スポットや名所もなく、最寄りのショッピングセンターは車で1時間。これじゃあトレンドを生み出すストリーマーになんていつまでたっても慣れっこないわ。そんな絶対この2人は付き合わされてるって感じなんだろうな。右2人は、いや、動画はアイディア次第でしょう。そうよ、アイディアよ。だからピンとひらめいたの。このど田舎を逆手に取った誰も知らないスポットを紹介すればバズるんじゃないかなって。めっちゃ噂あるけどね。地元では結構噂あるけど、それでも全国区ではないのかい。それでこの廃墟探索なのね。はあ、安直。その通り、探索系と廃墟系はやっぱ一定層の需要があるしね。しかも女の子だけでやっている配信者は意外と少ない。そうだね。男の子がね、そういうところに女の子を誘うっていう気概がある男ってなかなかいないからね。俺は無理。需要あると思わない？確かにあるかもしれんな。なるほどね。突然こんな場所で撮影するから来いって言われてびっくりしたけど。あずさちゃん、連絡来た時すごい渋い顔してたもんね。とにかく爆発的に登録者数を伸ばすためにも、きっかけとなる動画が一本欲しいの。まあでも俺はわかるぞ。俺もさ、ちょっと伸び悩んどうっていうかさ、結構底辺引きずりよけんな、這いずり奪いよけんな。俺もわかる気がするわ。そういうなんか爆発的なさ、これだっていう動画がな、あればなって思う時があるもん。この廃墟探索を絶対それにしてやるんだから。うん、わかる気がする。
無理だバカ、1万おるんで、でも1万おるんで、そこそこやれとるじゃないかお前。あのな、5桁って割とさ壁なんやで、そのね才能あるかないかのさ壁のところあるで。1万いけるかいけないかっていうのはさ、割と5000とかでさ挫折する人多いだろうしさ、行く人はさ何千とかでさそのまま横ばいにしか行かんような人おるんやで。俺やけどさ、1万いくんはそこそこいけるな。そうだな、伸びる人はさらに伸びるからな。その犬みたいな、近所の野生の犬みたいな感覚やめて。おっと、クールぶって言いながらもやっぱり怖いんじゃないの君、アーズニャン。あーもう何なの、アーズさん伸び悪い。あ、まさかすでに幽霊が乗り移って。ちなみに俺が幽霊だったら乗り移ったら自分の胸思いっきり揉むからね。なあな、な、何をやるなら真面目にやりなさい。お母さんや。アズニャンお母さんやないか。わかったわよ。ほんまにわかってる？まあ、ミオとアズサはビシッと廃墟を探索してる感のある絵を収めてくれればいいだけだから、ついでにちょっとビビってる私たちの姿なんかもあれば廃墟探索の素材としては完璧よ。ちゃんと映るかな。今日はいつものカメラじゃなくてスマホ撮影だし。いつもはカメラ使いよんで、なんで今回だけスマホなん。突然の呼び出しだったしね。ああ用意できてないんじゃ、段取りよくしろよ。大丈夫だって、それにいつものカメラ予算不足でまだ予算不足とかあるからな。リアリティ、もしも本当に幽霊がいて襲われたら撮影してる私とあずさちゃん逃げられないんじゃ。それは大丈夫よ、危なくなったらアズさんのお得意の格闘技で倒してくれるわ。格闘技できるのか、え、それでバッタボタ倒してくれれば逃げたりせんでいいんじゃないの。いや、動画を見るのが好きなだけで得意ってわけじゃない。だいたい幽霊に格闘技なんて通用すると思う。格闘技の動画好き、動画好きなん、すごい変わった趣味だね。なかなかそんな女の子おらんと思うよ。そうだろうな。考えたらさ、幽霊と格闘技で戦うような映画なんかある？ないね。あったら逆に斬新かもしれんな。あったら逆にバズるかもしれんな。じゃあ、お経を唱えるとか？お前らにカニの何がわかるんだ。唱えられるの？もちろん無理よ。無理だろ？そりゃ神の使いが、神の教えなんか全く分からん感じの人間だからな、お前ら。さすがにって言葉なくても覚えてないわ。とにかく、幽霊とかそんなの出てから考えればいいのよ。早く奥に進みましょう。どれだか稼がなきゃ。そうだね。単位が取れたら、単位が取れないかもしれなかったら考えればいいのよみたいな。留年の話の話か。行くか。あずさちゃん、ちょっと今、父揺れてた？いや、ここの場の雰囲気よりもそっちに目がいてしまっとうからな、今。わ、スタイルいい。アヌニャンのカーボディラインすごいな。もうこの雰囲気よりもそっちに目が入っちゃってるからな、俺ドスケベだからな。大丈夫かな、まあ、階段で上がってほら楽しむな、ほら楽しむな、あかんだ。ちょうどいいでしょ、雰囲気が結構暗いんやな。当たり前か、電気通ってないんだもん。アズさ、私階段でこける演技するから下から撮影してくれない。そういうのするんじゃ。
な素材使える？見えちゃわない？そこは見えないようにギリギリを狙ってよ。まあ少しはサービスシーン作らなきゃね。お前自意識過剰だな。お前隣の子女の子の方がさ、そういうサービスシーンに向いているような体つきしてるんだぞ。お前自覚を持って。あ、マジでチラッと見えた。あー45点。本当に動画への熱意だけは本物ね。ナナは。だけって何よ。でも当然よ。それでこそストリーマーってもんでしょ。方向性間違わないようにね。再生回数取れるからってスケベなもんばっか取らんようにね。なんか来そうやな。あ、一人で行くなよ、お前。何お前一人でそんな行く。おっと、怖いものが出てきましたね。いや、見えんのか、見えんのか、これが。いや、お前、単独行動してること分かってる？あーらら、やっちゃったー。あ、やっちゃいましたー。一人になっちゃったーわー。行っちゃったーの軽い言い方やな、お前。それやばい状況だってことを自覚しないだろ、お前。まあ、いいかみたいな感じで思うような感じになってる。ダメやん。どうしようの言い方、そんなにどうしようと思ってないだろ、お前。なんかちょっと棒読み感あるぞ。お前この状況ほんまに怖がってるのか。真面目やな。えらい真面目やな、アンさん。基本操作移動を、うん、ライトオンオフできる。ああ、この辺も結構定番やな。あ、ライトオンオフは結構基本か、このゲーム、こういう系のゲームは。でライトの操作もできて、手出し先に調べられるものがある場合は頭の上にハテナマークが出る。なるほど、ハテナマークを探すのも結構重要なんやな、みたいな感じ。ぶら下がっとるけど、ぶら下がっとるのを見つけただけみたいな感じ。ちょっと近かったらこういう配慮があって、上に行ってそのものを見つけたらこう青なるから、青の時に決定機。なるほど、そういう感じね。わかったわかった。で、その流れで言えば、こっちに行ってこういう調べ方をしとったよ。イベント入った。いや、ここまで来たらわかるだろ、さすがに、お前。いや、豚の頭見えとるだろ、お前。気づいちゃった、気づいちゃった、わーい、わい。あんま怖がってないな。あ、冷静やな。うん、割とそういう系生きる口なんや、君。マスコットって、こんな血だらけのマスコットがあるか、お前。見えてないんか、血見えてないんか。じゃあ何のテーマだよ。じゃあこんな、めっちゃ血が出てるの何のテーマだよ。殺戮ショーか。なんか殺戮、テーマは殺戮みたいな。頭いかれてんな、このテーマワークの所長。あ、汚れか。なるほど、これ汚れだね。血に見えるわ。出どころ、汚れのつき方がもう血に見えるわ、お前。そっか、血じゃなくて汚れだったらそりゃ、まあそんなもんかて。自意識過剰、オーツ。おった、おった、あった。まだ近くにいてくれるといいんだけど。って、あれ、着ぐるみの足元、何か落ちてる。ん、これはこのホテルのマップ。ああ、いいもん。あれで廃墟だし、出口がわからなくなると困るから、念のため撮影しておこうかな。いいね、いきなりこういうアイテム出してくれるんじゃ。助かる。文明の力撮影で
最近はもうスマホで撮影すればええやってことで頭に入れんでええやという感じになるからね、いつもメモの代わりに撮影するというね、もうメモを取るという習慣は今もう失われるでしょ、今の人類、今の若い者の間では。俺もそうやな。メニューがこんな感じに開けて、マップ、アイテム、メモって感じで。マップ見てみよう。一回だけ？あ、一回だけなんじゃ。で、今どこにおるとかっていうのがちょっとわからん感じ？パネル。入室の管理と、あ、探せってか。わかった。探せって。そこに、二人の友人を置いてきた。いや、置いてきたわけじゃないやけどな。奥側にこう行く感じなんやな。ちなみに視聴者の皆さんは、この3人の中で誰がタイプですか？断然分かってると思いますけど、俺は断然アズニャン派ですね。あのスタイルの良さ。断ったら何されるか分からんけどな。また3階に誘ってるわ。おっと、でもその前になんかしなきゃいけない感じのことが起きてますね。3階に行かせてくれる気はなさそうですね、これすぐには。俺はすぐには行かせてくれなさそうやな、3階には。あ、普通に出るんじゃ。部屋にある電話を探索するとセーブを行うことができます。セーブポイントなんじゃ。留守番電話サービスに接続します。留守電やないか。メッセージをお預かりしました。何のメッセージをお預かりしたん？まあ、いや、3階やろ。1階廊下、廊下どなたになるんこれ。全然わからんな。どなたに自分がおるか全然わからんなこれ。自販機じゃと、鏡もある。奥のドアが気になるところやな、やっぱ。どうやって調べるんこれ。こうか、あ、これは、あ、自販機、あ、ドアの中入れんのか。ここは、あ、天井の穴にちょっと注目しとんやな。どんどん進むぞ。二人か。あー、アズニャン。そうだな、あの隣にいるツインテールのバカはミオンのことをいなくなっても気づかなさそうだからな。さすが。おお、リアリティ。おー、リアリティすごいな、これ。わ、絶対これ、後ろからなんかガバーって襲えるよ。今どこ？そのためのビデオ通話だろう。別にビデオ通話である必要ないもん、これ。普通の通話すればええやんって話じゃ。てか、電話繋がるんやな、ここ。ごめんね、二人から勝手に離れちゃって。今、二階に向かってるところだよ。そうなの？よかった。あ、そうだ。それで気になるものを見つけたんだ。なんだか不気味な着ぐるみでね。ちょっとミオやめてよ。おびえてますね。どうしたの、あずさちゃん。さっきから変だよ。いや、こっちの方がすごい冷静やな。ミオンちゃんの方が割と冷静に見えてきたわ。実は怖がりっていう設定があるな、これ絶対。めえ、かわいいぞ、アズニャン。ほう、あくらめた。腰が抜けたんか。そうじゃなくて、
ちょっと怖、かわいいところあるじゃない。もしかして本当に幽霊が？違うの、そうじゃなくて、ナナがどんどん進んでいくから、その置いてかれちゃって。あいつやっぱ他の二人のこと考えてないな。怖がりだったんだ。なんだ？ごめん、なんでもない。ちょっと虫がいただけ。さりげなくしたら、ほう、胸の谷間があるのがセクシーですね。そっか、あずさちゃん、2階のどのあたり？わからない。けど、多分まだ廊下だと思う。わかった。とりあえず向かうから、あずさちゃんは動かないで、そこでじっと。よ。不穏な雰囲気。 あ、電気がつくんや。うわっ、後ろいますね。後ろいましたね。あずさちゃん、ねえ、ミオって今誰かと一緒にいるの？ああ、私一人。じゃあ今一瞬明かりがついた時に後ろにいたのは。ちょっとあずさちゃん、やめてよ、怖がらせないでよ。いるよ、いるよ、僕だよ。あ、おらんようになってる。ほら、誰もいないって。でも、今確かにあずにゃんの目がどんどん怖がっておりますね。あー、おるね、おるね、おるねー。来たー、来ちゃったー。どうなる、どうなる。あ、俺を操作するんこっから。よっしゃー、逃げるぞ。ブーンどうすればいいかな、こっちか。おい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 、上行くぜ。うわー、上行けない。このまま真っすぐ行くしかないんか。鍵がー、入らせてー。はい、開いてるー。あ、もう隠れられそうだっていうチュートリアルか、これ。あー、あかんだろ、あかん。いや、見えとるだろ、見えとるだろ、今のアウトだろ、今のはアウトだろ、今のは。入るところ見えただろ。いけたのかよ。あ、さりげなくパンツ見えてる。なんかちょいちょい突っ込みどころがあるな。とりあえず皆さんにサービスシーンってことでパンツを見てもらうことにしましょう。パンツピンク色だった。君ピンク好きだろ、絶対。何を誘おうとそのピンクを選んだんだい？オッケー。ガバガバだった。あの人形、えらいガバガバだった。いたわ。あいつ目悪いんかな。入っていたとこを見られたと思うんやけどな。合流しないと。この部屋を出てもさっきの着ぐるみがいませんように。さっきの着ぐるみはおる方向に行きたいんですけど、なんとなく。あれ、あれ、あかんのじゃ。鍵がかかってる。鍵かけていったん？用意周到のやつで。そんな嘘でしょ。さっき私このドアから入ってきたのに。やるな、あの人形豚。あの豚どこ行ったかな、奥の方は。鍵は何これ、緑色のカバーがついてて開けられない。なんだろうこれ。鍵、あ、鍵穴が向こう側にあるんで、プラスドライバーでこんな入念に止めていっとんじゃ。これを外せるものがあれば。プラスドライバー欲しいな。
了解した。ですね。なんかないかな。コロナかは。シャワールームかな。あ、こういう感じで調べれる感じ。排水口。でも、はぁ、素手ではちょっと無理。なんかバール的なのがいるんかな。あるんかな。こんなもんか。オッケー。この辺にもなんか探索できるアイテムがあるみたいな。ハテナ出た？おう。この絵は？留守番電話サービスに接続。あ、電話か。あ、電話あったん。セーブ開けとこう。特に意味があるわけでもないけど。あ、黒電話じゃ。この時代に黒電話。懐かしい。え、どこ行ったん？え、こっち行き止まりだったとしたら、あいつどこ行ったん？どっから消えたん？テレビ？電源があるね。ああ、さすがに電気つか。ついに、やお！電気ついとるやろが。や、上の電気はな。下。電源ぐらいか、触れるんは。なんか使うんかな、今後。電気がなんか戻った時、みたいな感じあるんかな。これは、あ！手紙じゃ。父の手紙、娘の様子を手に入れた。ああ、ここのホテルマンの、ホテルの支配人の娘か。娘の様子があの日からよこしい。気がつくと何もないところを眺めながら楽しそうに話している。突然こちらを振り返り、見たこともない顔で笑いかけてくることもある。やはり、原因はあの日。ここから後の文字は途切れて読めない。いや、娘さんさ、共に自決する前からやばいところあったんやん。なこれ。なんか、え、なにこれ。何調べてんのこれ。写真もある。親子のファンタジーランドの写真。煙めっちゃ煙がモクモクしとるな、なんかお前らの顔。取り直せやなんでそんな顔から煙モクモクしてんのお前ら。どうしてどうして ?6 月4日、2006年の6月4日、めっちゃ昔やんけ。俺小6の時やんけ。2006年って YouTube があるかないかどうかって感じのレベルやな。ここ中入るだけだろ。プラスドライバーか。それを見つけんからにはこっから出られんな。コーナー買ってまだなんかあったりするんかな。はい、パンツ。はい、パンツ、パンティ、パンティ、パンティ。パンツ、パンティ、パンティスト。なるほど、トイレに入ったらサービスシーンが見れるってわけね。女の子もパンツが見えるという、そういうゲームですね。わかりました。必要なものはさ、この排水口のなんかこじ開けるバール的なものが欲しいんだろうな、多分。それと、プラスドライバー。この二つが欲しいところ。結構探索のちょっと操作の癖があるけんな。慣れんかったら、やりにくいかもしれんけど。お、待って。なんかベッドの方になんかある。あ、絵画が落ちてしまっているの話か。別に喋る話ではない。テレビは見た。あ、なんかある。テレビとは別の。あ、なんか出てきた。これなんこれ。ハンガー？ハンガー？え、こんなんで排水口の岩はどけれるか？どんな感じのやり方しても、こっちにもなんかある。あ、ハサミ。ハサミ！タチボサミ！ジョン君！ハサミ！結びつかん。排水口、ハンガーなんかで開けれるかって。なんか他に調べるもんある？テレビ、さっきの、塔があって、ぐらいか。アイテムはこんなもんか。あるアイテムは。ぽいな。うん。ハンガーでどうにかなるんこれ、アイテム。ハンガー関係ない。ここで、ハンガー使ってみる？
あ、そんなんで力入る？そ、開けれるの？いけるそれ。ハンガーでいけるもんか。どんだけ硬いハンガーなんそれ。割といけるんじゃ、ハンガーで。わぁ、なんか出てきた。なんかいきなり髪の毛出てきたよ。ブワーって。わーおエッチッチ、エッチッチ。わー、えらい、エッチッチ。ほんまに髪の毛だった。グッジョブ髪の毛。エッチな姿が見えてる髪。はははは。どうすればいいかな。あほほほほ。胸に食い込んできて苦しい。そんな俺は。お、なんか俺が食い込ませてるみたいな感じになってる。俺が食い込ませてるみたいな感じになってる。調査とかある？なんか調査とか。あ、あ、そうか。そういう時にハサミがいるんか。なるほどね。ここ切っていい？息ができない。息もできないくらいね、君が好きだよ。そのためのハサミだったんじゃ。あ、切れよ。切ってよ。切ってくれ。どこで切るの？あ、来た。オッケーオッケー。いい時間だったけどさ、これさ、これで切らんかったらね、死ぬからね。ま、もっと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 。よっしゃ、いいぞ。もう少しで切れそう。こっち。よっしゃ、何のためのハサミかと思っとったら、こういう感じのがあるんじゃ。サクセス。髪の毛真剣王やな。あれやな、ボボ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 世界線におる人やったな、これ。髪の毛真剣王が出てきたな。割と冷静だね、君の喋り方。なんか知らんけど。あ、なんかある。あ、プラスドライバーなんで髪の毛真剣王の人がプラスドライバー用意してくれた。これあげるようだって。ありがとうって感じやな、まあ。その代わりにお前の、体触らせろみたいな感じで、まあ、気づいてきたんかな。ダメ、セクハラは。プラスドライバー、ありがとう。こんなところにプラスドライバーあるのおかしいけどな。なんとかなりましたね。なんでプラスドライバーあんなところあったんだろうなって感じ。やったぜ。オッケー。出れた。髪の毛神経音源の人に感謝じゃん、お前。よっしゃ。さっきの着ぐるみはもういないよね。あいつどこ行ったんやな、ほんま。駅止まりの方向に行ったのに消えたぞ、あいつ。これなら2階のどこかにいるはずのあずさちゃんを探すことができそう。まず2階であずさちゃん探すんやな。わかったわかった。でもあずさちゃんどこに行ったのかな。見たところ部屋がいくつもあるみたいだし。そうやな。電話で確認する。電話いけるかな。あずにゃん、おお出てきた。本当にミオ？大丈夫なの？無事なの？今気づいたけどミオンかと思っとったらミオって読むやな、これ。あ、これあれやな、女優の宮崎ミオっていうな、昔ビットワールドに出会ったミオの感じはこれだったなって。どうでもいいか、どんな覚え方だよ。そっちにもそう出てきたんじゃ。もう無理だよ、こんなところ。おお、割と意外と先に根を上げたのはこの子だったわ。あの化け物はどこ行ったの？わからない。それってまだどこかうろついてるかもしれないってこと？もういや。ナナちゃんとは。あれからも連絡は取れない？出ない。何度も電話してるんだよ。あいつ気づいてないな。さてはコールしても全然気づいてないな。そっか。あいつだったらやりかねん。もしかしたらかかっていることを気づいていながらも
出ないだけかもしれん。なあ、このミオちゃんさ、何気に気が結構度胸あるなって。私今2階にいるんだけど、あずさちゃん今どこにいる？あれ、2階上がったんか。そうか、わかんない。さっきは廊下っぽいところにいたんだけど、ミオの後ろに何か映った時怖くなって近くの部屋に入っちゃった。近くの部屋ってことは3階に上がったりはしてないよね、うん、この階かな。よかった。今着ぐるみはいないみたいだし、ちょっとだけ扉開けてみてくれないかな。お願い、あずさちゃん、目印が欲しいの。少しドアを開けてくれるだけでいいから。わかった、頼ませて。でもすぐに見つけてね。うん、任せて。もうジロンさん、あれあかんのかい、このオートロック製。オートロックだったわ。都合よくオートロックになるよな、この建物。なんかさっきからさ、ミョウちゃんのおったところに限ってはプラスライバーできっちり固められとったからな。うん、ぶち破るっていう発想はあってほしかった。私こんなとこで、いや、そんなの嫌だ。大丈夫、俺がついてるって一緒に追ってあげたかった。大丈夫だから、落ち着いて。あずさちゃん、なのに連絡つかないの、もしかして。あずさちゃん、うわー、ちょっとネガティブになった、とことんネガティブになっていく子だった。固められとったからな、さっき。うん、鍵なんてかかってない。マジか。ノブを回るんだけど、押しても引いてもビクともしないの。なんてこった。入り口を何かに塞がれているのかな。冷静やな。それが逆に目印になるか。お前はえらい冷静に分析するな、この場を。みほちゃん、もしかしてこれ、こういう経験何度かあったか、過去に。こういう、なんか、廃墟で、なんか、迷ったみたいな経験、過去にあったか、お前。そういえば、どの時？私、さっき電話してた時、階段の方から誰か来ないかなって、見える位置で待ってたんだ。はいはい。驚いて、そのまま壁際すぐの部屋に入ったから。あ、階段の近くってことか。動かない、すぐに行くからな、待っとけよって言いながら近くの部屋から調べていく。鍵が閉まっている。ちょっと待ってね、あずさちゃん、ここどこかを調べてみるね。どこ、ここ